これは私たちの最初の一年の物語。二人はごく普通の女子高生。17文字の言葉をつないで気持ちを伝えます。鳩寺女子学園1年、正岡あずき。同じく小林抹茶。喜びやがっかりや憧れとかため息を全部歌にして届けます。こと鎌倉を舞台に言葉をめぐるゆるい探索の日々が始まります。これ歌おっか。うん。歌組575、それは新ジャンルゲーム、歌組アクション。さあ言葉を選んで。選んだ言葉がリズムに乗って流れてくるから。画面をタッチ。あずきと抹茶が歌ってくれます。少し不思議な歌詞になってもそのまま歌い上げます。ちょっと何してくれるの。まあまあ、意外な発見もあったりするかも。うまく歌を組み上げて最後まで歌わせてあげましょう。うわー、再生数が上がってるよ。この程度で満足するとは、あずきは激甘ね。おぎゅー。たくさんのクリエイターが彼女たちに楽曲を提供してくれました。30以上の楽曲が鮮やかに彩る二人の一年。そして大人気配信中の iOS アプリ歌読み575で、皆さんが投稿してくれた歌の数々もたくさん収録しています。よし、じゃあ君もアレンジに挑戦だ。1000以上の言葉カードを自由に組み合わせて、君だけの特別な歌詞を生み出そうね。30を超えるロケーションとたくさんの衣装。この衣装も着るの？似合ってるわよ。恥ずかしいよ。あなただけの作品を作ってください。言葉を永遠にすること、それが歌うことなのかもね。二人は歌います。世界のどこかで言葉を待つあなたのために、あなたと共に。あふれる思い、今届け。プレイステーションビータ専用ソフト歌組575、1月23日発売です。予約特典は特別なアイテムをつけて売るというありがちな魂胆。余計なこと言わない。こんなもの手に入れてどうするの。し、豪華限定版は特典いっぱいの575鳩寺女子学園入学プレミアムパックだよ。